皆さんこんにちは。今回はこのアバターはギルランの時に遊んだやつなんでちょっと気にしないでください。この公式生放送ウィークエンド IF で出た最新情報を見ていこうかと思います。これね、 SAOIF 攻略会議っていうのを8月27日にやるんですけど、そこからまず見ていこうかと思います。この8月27日っていうのは SAO 攻略会議、8月26日に東京都のベルサール秋葉原で行われるんですけど、それの翌日にやるものなんですね。でこれ午前9時から24時までって一日中やってるんですよ。これやばくないのっていうのをよく言われてるんですけど、この武装石ドロップ率アップダンジョンっていうのもその9時から24時までずっとやってて、でこれさ、 SAYF 攻略会議のタイムテーブルもなんかやばいでしょこれ。もうテレビ欄みたいな、テレビの番組表からどんだけ長い会議なんだよとかさ、俺生放送でちょっとコメントしちゃったんですけどいつ武装石やればいいんだよみたいな言ってる人もいてこれ運営も大変なんかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、とにかくこの武装石ドロップ率アップダンジョンっていうのが来るらしいんですけど、これがこの動画出してる時点だと一番上のこのガオインテグラル武器、これの周回にも適用なのかなって言ってる人いたんですけど、運営からはそれに対する回答がなかったんで、まあ、ちょっとまだわかんないんですけど、まあ、なんかすごく気になりますよね。でこれはトールバーナ円形劇場第1層にあるやつですね。そこに騎馬王がいるんで話しかけてやる感じなんですよね。これなんで騎馬王なんだろうね。なんかこのトールバーナ円形劇場で騎馬王がいろいろ言ってましたけど、アニメ SAO でなんかベータテスターがうまい狩りを独占してポンポン強なってずるいんちゃうかみたいな的なことを言ってましたけど、どうなんだろうね。でもワイは違うでみたいな、なんかちゃんとみんなうまいカリバー紹介するでみたいな感じなんかな。なんかSAO のアニメとか原作だとなんかいろいろ騎馬王がなんか効率のいいフィールドの独占を推進したり、まあいろいろなんか権力振りかざしてやらかしてたらしいんですけど、 IF だと結構綺麗な騎馬王になってて、まあイベントね、エイプリルフールの時はなんかもっと変な感じの騎馬王になってるんですけど、まあストーリーでも IF のストーリーでもなんかちょっと綺麗な感じになってきたんで、まあちょっとわかんないんですけど、これがお香期間と被るのかってちょっと気になりますね。お香が8月21日の午前4時まで、これ全然あれですね27日とは被ってないですね。勇気に挑めるのが8月18日まででしたね。まあ、だから、これ動画撮ってるのが8月20日、20日なので、まあ、もうすぐ使い切っちゃった方がいいですね。まあ、こういう、使用期限がないお香、なんかの補填かなんかで配られたやつ持ってる人は、まあ、もしかしたらこういう時に使うといいかもしれないし、まあ、たまにね、その IF 攻略会議だけじゃなくて、たまに、なんか武装石ドロップ率アップキャンペーンみたいなのやってるんですけど、みんななんか上がってんだか下がってんだかわかんない、むしろ下がってんじゃねみたいなこと言う人もいるんですけど、まあそういう時にこのお香とこの探索ガチャで出る方向ってやつですね、まあ、こういうやつを全種類かけてやってみるのもいいかもしれないですね。この武装石ドロップ率アップダンジョンって何なのかなっていうのすごい気になるんですよね。このトールバーナ円形劇場から挑めるダンジョンで実際に迷宮区みたいな感じで回るのか、それともこのドロップ率アップダンジョンを回ることでお香みたいなのがもらえるのか、そういう運気向上のそのドロップ率アップするアイテムがもらえるのか、ちょっとよくわかんないんですけど、まあこれがなんか9時から24時までやってるということで、まあこれね、日曜日なんですけど、なんかこの日ね、仕事の人とかね、なんでこの日なんだよとか言ってたけど、まあでも一回ね、こういう一日中やるようなイベントってやってほしいっていうのもあるし、やるとしたらやっぱ日曜日しかないんで、致し方ないのかなみたいなところはあると思いますけどね。で、昼の12時からは、特番、YouTube 上で、まあ多分生配信ですね。なんか特番みたいなのをやるらしいんですけど、なんかね、その間はこのトールバーナーにキリトさんがいるんですよね。でこのキリトさんに話しかけるとなんか告知してくれるというか、なんか情報が見れるらしいんですよね。まあよくわかんないけど、
あとこれなんか配布ってこれあの攻略会議 T シャツ B とか、まあ、ここに報酬とかあるけど、まあ、もらえたりこれやったらもらえる報酬だったりして、この攻略会議 T シャツ ABCDE みたいなのがあるらしくて、まあ、これなんか柄が結構違うらしいんですよね。 ABC って確か A がなんか霧とアスナのやつで、これがなんか参加するだけでもらえるらしいんですよね。霧とアスナのやつが、これ A のやつですね、っていうのもあるらしいです。この T シャツのイラストはあの安倍氏さんイラスト、あの SAO のなんかラノベの原作のあの絵師さんのやつらしいんで、これ SAO ファンはかなり喜ぶんじゃないでしょうか。でまあこのスペシャル番組っていうやつ、まあ、何やるのって話をちょっとあのウィークエンドでやってたんですけど、なんか誰かコメントしてたんですよ。ツイッターで募集してた質問とかやる、質問コーナーみたいなのやるのかっていう話だったんですけど、そのコメントに竹内 P が、お察しがいい方がいらっしゃいますなみたいなこと言ってたんで、おそらくあのツイッターで募集したあの質問のやつのその質問コーナーみたいなのもやるんじゃないかなって思います。で次、午後1時から3時まで短期決戦釣り大会2時間勝負をやるそうです。今まで IF って釣り大会って何日かまたいでやるっていうのを、まあ何日かまたいでっていうか、まあ、大会とかって開催期間あるじゃないですか。ギルドランキング戦がなんか1週間とかだから何日かやってたんですけど、今回の釣り大会は初の、2時間勝負やるみたいなんで、まあ、これでなんかあの何がもらえるのかとか結構気になりますね。まあ、これ報酬ってなんだろう、参加賞なのかな、それとも釣りで得た魚でなんか交換するのかな、よくわかんないけど、まあとにかくもらえるそうで、参加したら。あとこれどこでやるんだろうね。 NPC 設置場所ってこれ書いてあるけど、やっぱいつものこの22層釣りマップなのかなって思うんですけど、どうなんだろうね。今ビーチ開放されてると思うんですよ確か。あるよね。あ、これスイカパニックとかあるから多分ビーチにも行けるから、どこで釣ってもいいのかな。一応ここ基本的に釣り場って言ったらここじゃないですか。ここだと思うんですけどね、まだちょっとわかんないですね。で次、15時から17時午後3時から5時までですね、謎解きクエストやるみたいですね。おそらくなんかこの場所どこかみたいなやつとか、なんだろうね、謎解き。多分場所を探すやつだと思うんですけど、基本的に謎解きクエストって言ったらそういうのしか今まで出てないんで、多分だけど。まあこれも T シャツが報酬なんで、これね、2時間もやるんだね、謎解き。なんかいろいろあの問題数が多いのかな、ちょっと気になりますね。あとはね、もう午後5時から8時まで総力戦ラフィンコフィンと戦うやつやるみたいですけど、もういつ休むのって言われてますね。どんだけやねんって。で、これさ、もう武装席やる暇ないや、みたいな言われてて。で、ここでね、花火大会が来るんで、午後8時から10時まで。ここはなんか休めるんじゃないかな、みたいなのは運営言ってて、まあ、ご飯食べたり、風呂入ったりとか、ここですればいいんじゃないかな、みたいな話でしたね。いやでも花火もね、参加したいとか好きっていう人はねこれも参加してって感じになると思いますけど、まあなんかご飯食べながらやればいいんじゃないかとか、風呂入りながらやればいいんじゃないかって言ってる人もいましたけど、まあもうどこかでね、どうにか休んでね、やるしかないですね。あと IF フェスティバル、これが内容がまだ明かされてなくて、まあ、なんか本番のお楽しみみたいな、まあ直前になんかツイッターかなんかでもしかしたら告知かなんかされるかもしんないんですけど、ちょっとまだわかんないですね。これ何やるのか気になってますね。これマジでガチの受験生の勉強スケジュールみたいにギッチギチなんやねんこれって感じで。でまあ IF の攻略会議はそんなところで、まあそれくらいしか情報出てなくて、それくらいしかっていうか結構出ましたけど、まあ最新回想ですね、こっちの情報もねすごく気になりますよね。この83層これが8月23日に出るということで、もうすぐですね。まあ、これ動画撮ってるのが8月20日なんで3日後くらいかな。でガオインテグラルシリーズの3段階進化が来ますね。これなんて読むんだ、図足王って書くのかな、なんかよくわかんないですけど、なんか黒電話を守るためにリーファーあえて独断で
ノッテに挑むけど負けて海にぶん投げられてしまうという、まあなんか結構悲しめな話らしいんですよね。次の回想はこれな、残部石超9個って、これ何、コアメタ超が9個必要ってことか、すごいね。あのスカルリーパーとかやっぱいっぱいやることになるのかな。どうなんだろう、リーパーと百層フロアボスラディウスはどっちの方がコアメタ超出やすいんでしょうね。まあ、周回数で言えばリーパーだし、瓶の効率で言ってもリーパーだし、指輪の効率的でもリーパーだから、まあ、リーパーすごく良さそうですけどね。で、まあ、ちょっとちらっと情報見えましたけど、83層のポートコーブっていうところとか、ウェイビクル造船堂とか、まあ、そういう名前みたいで、こういうねフロアマップがねちらっと見えましたね。あ、これはねもう名前は出てますね、すでに。で、今後のアップデート情報も出たんですけど、この猛訓練キリト VS、あ、猛訓練キリトじゃない、猛訓練イベント VS キリトですね。これはなんか勇気の真剣勝負みたいな感じで、キリトがね、二刀流になってて、それと戦うっていう感じですね。で、なんか SAO ゲーム攻略会議2023オーダー、記念オーダーみたいなのが出て、これがなんか、まあこれもね、23日からなんですけど、まあ、なんとなくブリリアントオーダーとかグランドオーダーっぽい感じがしますけど、まあ、このイラスト的にはすごいね強いスキルばっか入ってそうに見えるけど、まあ、一応ラインナップを確認してから引く方がいいと思います。ちょっとねこれに惑わされないようにした、あでも星 4-15% か、福袋が 20% だから、うーん、それも考えて引きたいですね。でも全世界 5.5 周年記念で、まあ、無料ガチャ来ますね。また9月からね。まあ、3ヶ月ごとに来てるんで、まあ、年に4回ぐらい無料オーダーが来てるんですけど、まあ、全世界何周年記念とか、何周年記念とか、何点何周年記念とか合わせて年に4回来るんですけど、これ本当にね、ありがたいですよね。これ始めたての人はね、この特にこのサブクエスト2倍キャンペーンとか、これ指輪生産キャンペーンは、まあ、干渉石がいっぱいもらえるのがすごくいいですね。これもねすごくいい、まあ、これ は本当にこの2000万のやつは始めたて の人のやつだと思いますけど、まあ、何気ねアバターもね欲しい人はすごいいるんで、喜ぶ人はすごい喜ぶやつですね。でシノンバースデーの情報も来ましたけど、まあ、これフレームブーストって非属性特化のやつで、まあ、非属性使うなら強いですけどね、まあ、今のところ85層用かなって感じで、まあ、これもタゲ外で最大攻撃力 200% かな上がるやつ でバースト時にスキル力4000超えるやつで、これ始めたての人、あの突飛のモッドとかその中身とかない人はね、これあれば、まあ、1枚で済むんで少ないスキルでね回れてしまうんで、こういう の狙っておくと、まあ、少ないジェムでなんか周回権利が得られてすごくいいんじゃないでしょうか。何気にこの非属性強化バフはなんか使えそうですけどね。でもクールタイムが長そうに見えますけどね、これだけの性能だとね。あの槍でも非属性ダメージ上昇のバフ効果中とかあるけど、これはまあ打ってからやることはあんまりなさそうではありますけど、まあわかんないけど、これ素で打ってもまあこれ最大強化時だと思いますけど、限界突破最大までして、ですがまあ 1400% もあると。まあシノンバースデーはね、それ以外にもなんかあの勝負シオンバフとかいろいろ、まあ火事場系のバフとかがあって、めちゃくちゃジェムがある人、やっぱ重課金、重課金っていうか、まあ結構課金できる人はね一気にあの引いたり、まあめちゃくちゃそのガチャ金しまくっててジェムをいっぱい貯めてる人はなんか一気に引いたりとか良さそうですけどね。でこれなんかキャプテンのスキレコ交差って言って、なんか今回のあれ威厳あるカリビトシリカ、カリウドシリ、シリカじゃねシノン、まあ、これですね、バーストのやつと相性がいいやつってなんか紹介あったんですけど、まあ例のごとくみんな持ってねえよっつって盛り上がってたって盛り上がってましたねって言おうとしちゃって、盛り上がってはいないと盛り上がってんのかな分からんけど、あとはねスチーム版ねようやく出るみたいで、8月22ですね、新回想が8月23日で IF 攻略会議が27日か、だからこのスチーム版の22日っていうのはまあ、結構早めな方ですよね、他の出るコンテンツより。でまあ Steam 版やっぱり自分の使ってるデータで一応パソコンでもできるっていうことなんですけど、やっぱりあの引き継ぎの時にジェムがどうしても消えてしまうんで、なんか使用上仕方ないらしいんですよね。
まあ、だから引き継ぐとしたらジェムを完全に使い切ってからだと思うんですけど、あとはこのこれですね、キーコンフィグに対応、これが結構重要だと思います。このキーコンフィグって設定から飛べるんですけど、まあ、こういう風にボタンが割り当てできてなんか結構便利らしいん でちゃんとあのなんていうのコントローラー接続して、このゲームパッドってやつか、これ接続してできるようになんで、まあ、ゲームパッドのボタン割り当てとか、まあ、キーボードマウスでもできるしって感じで、自分で自由にボタン設定してできるようになったみたいに なるらしいのでいいと思います。で、まあ、Steam 版あのリリース記念って言って全員に2500ジェムプレゼントされるんで、これあの Steam 版やる人もやらない人もねもらえるのがすごくいいと思いますけど、まあ、あとはこの勇気のスキレコプレゼントっていうのがあるんですけど、勇気のスキレコはイラストがこんな感じですね。まあ、勇気のスキレコはこれイラストしかまだ情報が出てないんですけど、まだちょっとどんな性能かっていうのが分かんないんで、情報が出てないんで、まあそのうち分かるっていう感じですね。まああと2日だしな。でウィークエンドの最後にご視聴ありがとうございましたっていう画像が出たんですけど、これは多分そのうち出るオーダーのイラストだと思うんですけど、まあ、これ何のやつなんだろうみたいなすごい言われてましたね。なんかこれ卑弥呼風なので邪馬台国オーダーって言ってる人もいたけど、ちょっとわかんないですね。邪馬台国オーダーいやわからん。まあウィークエンドで出た最新情報はこれくらいですね。おそらくですけど、まあ、新階層は弱点属性残風になるのかなって思いますけど、まあ、どうなるか楽しみですね。これがね残風だったんで、まあ、そうじゃないかって言われてるんですけど、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。